はい、はい、どうもマイクロモビリティ研究所の須藤です。まっちゃんです。はい、今回の動画はマイクロモビリティで坂道の限界に挑戦よの第2弾です。第2弾やった。今回の車種はこちらブレイズの EV スクーター、こちらのモデルで検証していきたいと思います。ブレイズさんの EV スクーターですね。はい、乗りやすいですね、これね。はい、そうでございます。はい、はい、そして再びやってまいりました。今回も挑戦する坂道はこちら暗がり峠です。はい、まあ、奈良県とですね、まあ、大阪の県境にありますこちらの暗がり峠で実証していきたいと思います。308号線ですね。はい、そうです。はい、まあ、それでは実際に検証していきたいと思います。はい、本日も車両の方ご提供いただいております。今回のブレイズの EV スクーターを提供いただいたのは京都市のパルスさんです。パルスさん、ご提供ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではまっちゃん4度の坂に挑戦したいと思います。いきます。よっ、いけるいける、これは全然いけます。時速10キロぐらいです。いけます。これはいけますね。はい、それでは4度の坂道に須藤が挑戦していきたいと思います。はい、お、余裕ですね。これはスピードも普通に上がっていってますね。それでは続きまして、まっちゃん 7.5 度挑戦します。 GO!怪しい怪しい遅い。これはもう登れてるとは言えないよ。4キロ、あーあー、止まる止まった。え、時速0キロですねこれ。うん、ま、微妙ですね、これは。いけたというんでしょうか。これはちょっと難しいな。はい、それでは私須藤が 7.5 度の坂道に挑戦します。やっぱりさっきよりかはスピード出てないですね。一応登れてますけど10キロ出てないですからね、これ 6.5 キロぐらいです。まあ一応登ってますね。一応登ってます。登り切りました。はい、それでは 8.5 度まっちゃん挑戦したいと思います。さあ、いけるか。よっ、1度でこんな変わる。あの後ろに下がってんねんけど。ビクともしてないよ。え、ビクともせえへん。マジマジで。ビクともしない。嘘、そんなわけないやん。ビクともしません。ビクともしません。立ち向かえてないしませんね、これ。立ち向かえてないわ。無理です。はい、残念。残念。はい、では須藤が、8.5 度挑戦していきたいと思います。一応登りますね。まあ、ただスピードは出てないですね。 5.5 キロぐらいですね今。あ、ちょっと坂道が急になったのかな。あ、そうそう、まあね、一応登ってますね。はい、それでは須藤が 10.5 度挑戦していきたいと思います。スタート。あ、さすがに無理か。あー、下がってます。無理です、これは無理です。
無理です。ダメでした。はい、はい、ということでブレイズの EV スクーターで坂道の限界に挑戦したんですけども、結果発表すると私で 8.5 度の坂道まで登ることができました。はい、まっちゃんは私がですね、7.5 度かろうじて、はい、いけたかなという感じですね。はい、はい、まあ、私とですね、まっちゃん、だいたい約25キロぐらい体重の差がありますんで、そうですね、はい、まあ、私より軽い人だと、まあ、もう少し急な坂道も登ることができるんじゃないかなと思います。そうですね、はい、まあ、結論としてはですね、残念ながら EV スクーターで暗がり峠を越えることっていうのはちょっと残念でしたまあできないという結果になりました。まあ、それぐらいすごい坂ですからね、ここはね、はい、まあ、今回のですね動画が良かったという方は、まあ、高評価チャンネル登録もよろしくお願いしたいと思います。またコメントなどね、何かちょっとチャレンジしてほしいとか、まあ、そういうところがあればコメントいただければ幸いですし、はい、まあ、我々がちょっといろいろアタックしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆さん、グーバイ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 。さあ、今日のモビリティ研究所はここまで。マイクロモビリティ研究所はグーバイクの提供でお送りしております。